じゃ。どうしたの？ちゃちゃ。これがめっちゃいい香りしてます。そう、これなんかその、ああ、トロの出汁出てるの。うん。めっちゃ優しい、出汁出てるわこれ。確かにその匂いするな。うん。美味しいな、高級だし感。旅館とかに、うん、出てくるようなだしっぽい。だからもう香りから結構そういう香りしとったから、うん、あ、この帰ってきた時このだしの香りした。うん、なんもない。玄関からも香っとった。めっちゃ美味しいな、うん、これちょっと食べる。うん、カツオやから今日中に来るな。カツオ、おー、美味しい。あ、これカツオのたたき。あ、そうそう、ないと思った。あの、なんかお肉かなんかに見えてた。レアやな、めっちゃ。それにしたら、うん、美味しいな。めっちゃ美味しい、これも。あ、これ甘くて美味しいな、これ、うん、これは美味しい。やっぱ出汁はいいな、あったまる。薄い味付けでもさ、うん、カブの味と一緒になんかこうな。このパスタもめっちゃ美味しいな。いいですね。大阪も解除されるかもしれない。時短。こんなハロウィン前に解除していいの？女の子はやるやろな。みんなキャピキャピしたやつ着てる中でこんなかぼちゃの丸いやつ着てた。かぼちゃの丸いやつ。そうだな。多分嫉妬みたいなのならへんと思う。男の人はそんな顔で勝負してないからじゃん。うん、コミュ力とかこういう職に就いたとかのがステータスなんじゃない。うん、女の子は多分私の彼氏医学生ですとか。そんなことでマウント取ったらいいのにな。うん、なんで人の肩書きでマウント。それはあるかもね、確かに。パスタ、うん、パスタってさ、うん、冷製パスタってなんで細麺が多いんかな。だからそうめんでも代用できるのかな。ちっちゃ、あの後ろ姿って可愛くない？こんなに怖い。ちゃちゃ、あ、ごめん、女を起こしちゃったね。ちっちゃくて可愛いね。いや、ごめんごめん。ごちそうさまでした。今食べよう。食べていい？うん。